寝てしまっていたのか。ああ、1時間くらいだな。あのボーイは最終便で東京へ帰った。タミヤに直接会って謝りたいそうだ。そうか。あいつもタミヤと同じで気持ちで動く男なんだろう。タミヤが好きなのがよくわかる。大吾は今どこにいるんだ。東京東都大医学部附属病院だ。東都大？神室町の目と鼻の先か。ああ、数時間前 CIA 本部がその情報をつかみ、ついさっき俺も知った。すでに峰が動き出していたとしたら手遅れにもなりかねない。行くのか。ああ、急げばまだ最終便に間に合うはずだ。お
じさん、桐生のおじさん。おじさん。大地、お前どうしてこんなところに。大変、大変なんだよおじさん。どうしたんだ、何があったんだ。朝顔が。この施設が好きか。俺はな、こういう大人に守られたガキを見ると無性に腹が立ってくるんだ。孤児だからって大人に守られて生きるお前らを見るとな、壊してやりたくなるんだよ。ま、自分が行ってる偽善に気づかない桐生さんが悪い。お前たちはある意味あの人の被害者なのかもしれないな。お姉ちゃん、はるか姉ちゃん、やれ。ダメ、殺さないで。イズミ、やめろ。お願い。うるせえ、このガキが。お願い、やめて。ミキオ兄ちゃん。ミキオ、何なんだこいつ。こいつは壊させねえ。ミキオ、何手止めてんだ。それ仕事ぶっ潰せ。はい。ミキオ、もういい、逃げろ。うわ、相手はこっちだ。玉城、てっきり死んだと思っていたが、なかなかしぶといじゃねえか。玉城、俺の命が欲しいならくれてる。だがあいつらは関係ねえ。子供の命とこの場所だけは見逃してくれ。頼む。こんなんじゃ足りないね。ほら、まだ1年前の傷が痛むんだよ、ジジイ。
親父てめえとは後でゆっくり話させてもらうよ。ここをぶっ潰した後にな。なんだと？おら、やれ！大変なんだ。おじさん、すぐに朝顔に来てよ。わかった。